こんにちは。英語達人養成事務師半大の深夜です。今日はイメージ英文法を独学で学びたい方向けのおすすめ本をご紹介したいと思います。まずおすすめ本第1冊がこちらです。ネイティブスピーカーの英文法っていうねシリーズです。でこのシリーズ多分これ1作目じゃないかなというふうに思います。でこれはですね、僕自身も初めて読んだイメージ英文法の本がこちらなんですね。で、本当に薄いです。こんなもんですね。薄くて小さいので結構読みやすいですね。なんですけど中身は本当にぎっしり詰まっている感じです。で最初の一冊としてなぜこの本をおすすめするのかっていうとですね、この本で扱っている文法項目というのが中学英文法をベースにしているからなんですね。だいたい中学1年2年ぐらいで習う文法項目がメインでこの中に入っています。なのでね、ちょっとねこう懐かしい記憶にある簡単な文法がなぜそういうルールが生まれているのかっていうのがね、載ってるんですね。でイメージ文法はね今までも他の動画でお伝えしていますけども、コンセプトはですね基本的にこの3つです。ここにありますね。この暗記を必要としないということですね。暗記を必要としない、そして忍耐を必要としない、であと時間を必要としないということですね。文法ってねどうしてもねこう暗記するものだったりだとか、忍耐で頑張るもの、忍耐と根性で頑張るものだとか、時間がかかるものっていう風なイメージがあると思うんですけども、その3つを必要なくしたのがこのイメージ文法です。これはネイティブの感覚で文法を捉えていくことで、その暗記ですね、ルールの暗記をするのではなくて場面場面に応じた生きた英文法を使いこなしていくっていうのがこの本のコンセプトなんですね。この中で扱われているのは例えばあとざの違いとかですね、これ他の動画で前にねやったと思うんですけども、あとざの違いですとか、あとですねこう数えられるもの数えられないものとかですね、これ名詞でね、例えば、water ですね、水は数えられないけどクッキーズね、クッキーは数えるとかですね、っていう感じです。はい、あとですねエニーの意味とかね、サムとかエニーとかですね、であとね、受け身ってやつですね、こう日本人の苦手な何々されるっていうような受け身の使い方だったりだとか、あとはですね、基本の三時制ってやつですね、現在過去未来ってねやりましたよね学生の頃ね、あの3パターンの本当の意味だったりだとかですね、あと現在進行形ってやつですね、 ing 何々しているとかですね、であと現在完了形とかね、これも日本人の苦手なやつだと思うんですけども、そういうですね中学校で習う文法項目が入っているということですね。はい、で一応ですねこのコンセプト、基本コンセプトというのは、さっき言ったようにそのルールの丸暗記をなくしましょうということです。でそれを象徴するのがですねこの冒頭のね最初の方に乗っかってる、ちょっとしたクイズなんですけども、ちょっとご紹介するためにちょっとこのクイズをね、これ抽出しました。この中からね、はい、ここにですね There is っていうね中学校で習う、有名な構文があるんですけども、 There is 構文ってやつですね、これです。There is とか There are とかね、複数形の場合は There are になりますね。でこれを多分日本語でねいますとかありますっていう風に訳せっていう風に教わってると思うんですよね。なんで、例えば何々がいます、何々がありますっていうような訳し方です。でこれがいわゆるその丸暗記の方法ですね。日本語と英語で対応させて丸暗記していくっていう方法ですね。なんですけども、これで覚えていると本当にこれはね生きた英文法として使いこなすことはできません。なぜかですね、ちょっとこちらにですねクイズがあります。 There is とか There are を使った文章が5個あるんですけども、この中でですねおかしな文章がありますよというね、クイズです。それを探してみましょうというね、一つずつ確認していきましょう。 There is a dog in the room、 犬が部屋にいますと。 There is the dog in the room、 その犬が部屋にいますと。 There are boys in the room、 男の子たちが部屋にいますと。 There are they in the room、 彼らは部屋にいます。 There is Tom in the room、 トムが部屋にいます。ですよね。はい、で今ねこれ聞いていただいて日本語にすると自然ですよね。トムが部屋にいますとかね、犬がいますとかっていうのは別に普通ですよね。なんですけども、これネイティブが聞いたらあれ、いやこういう言い方はしないよっていうのがね、実はこの中になんと
3つあります。さあ、それは何だと思いますか？この中にですね、絶対言わない表現があるんですね。ネイティブだったら絶対言わない表現です。ちょっとまあ考えてみてください。この中のどれでしょうかっていうね。はい、まあ、答えから先に言うとですね、実はこれはダメです。There's the dog in the room は言いません、これね。はい、であと There are they in the room も言いませんですね。あと There's Tom in the room ですね、これもダメです。ですか、正しいのはこれだけですね。 There's a dog in the room と There are boys in the room ですね。でこれ以外の、3つはですね NG なんです。 There is は使っちゃいけません。あれって感じですよね。 There is イコールいます、ありますっていうふうに教わってますよね。なのになんでこれダメなんですかっていうねことなんですよ。で答えはですね、実はこの本の中に書いてあります。なんでね、この本でぜひ答えを見つけてみてくださいって言うとですね、なんかすごい意地悪な感じになりますので、一応今回ですね、この答えに関してはなぜこうなるのかっていうのを1個だけこの中から、抽出してお伝えします。 There is, there are っていうのをあります、いますっていうふうに従来の方法で覚えているとこれ絶対使いこなせません。この違いはわからないです。で昔の従来の方法っていうのはこれをですね、いわゆるその例外として一個一個覚えていきましょうっていう、そういう方法なんですよ。例えば There is Tom がダメなんだったら、じゃあ Tom ね、なんか人の名前はダメらしいってことで人の名前には使わないみたいな、そういうルールを一個作るわけですよ。そういうルールをこうひたすら増やしていくような覚え方が丸暗記方法です。なんですけども、そのなぜそういうね用法が生まれるの、なぜこれがダメなのっていうね理由をしっかり、教えていく、それが、イメージ英文法なんですね。まずですね、ここに注目してください。 There ってありますよね。はい、これ there っていうね言葉、この単語だけで取ったらどういう意味になると思いますか？これ他にも使われてますよね、いろんなところで there って言葉で、 go there とか live there とかね、そういう使い方しますよね。そう、 there というのはそこっていう意味です。そっちの方って意味ですね。で対して、まあ、この反対語といいますか、there は離れた場所で、近い場所、ここを英語で何て言ったでしょうか？そうです。Here ですよね。なのでこの反対語、そこの反対語はここで、英語の場合は Here って言いますよね。There、Here です。同じ単語が使われている以上は同じ意味があるっていうふうに考えるのがイメージ文法の世界です。はい。じゃあそこ、なぜここで There が使われるんでしょうか？ってことなんですね。この今僕らが話しているこの空間は Here です。今これイメージ文法について話してます。なのでイメージ文法の話題というのは僕らにとっては Here なわけですね。でここからですね、僕が例えば全然関係ない話題、例えばハムスターですね、昨日ハムスターをね買ったんだよみたいな、そういう話題が出た時には、ネイティブの頭の中ではこの Here ではなくてこの外側にある There になるわけですね。僕とあなたが共有している話題の外側にあるものというのは離れた場所にありますので There になるわけですね。でここに振り返ってみると、この There is という構文はですね、実は今話しているこの空間、今お互いに話しているトピックの外側にある話題を持ってくる時の合図なんです。実はただの合図なんですね。はい、なので There is a dog in the roomっていうと、これはですね There って言った瞬間に、実はネイティブの頭の中では今から新しいこと言うぞ、ちょっと心の準備してね、話題変えるよっていう、そういうね前置きみたいな感じなんですね。で There って言った瞬間に、その相手も聞いてる相手も、あ、なんか新しいトピック来るな、よしっていうふうに身構えることができますね。There is って言った後に A dog って初めてのものを持ってくるということですね。はい、これが There is の使い方です。まあこれ There are でも同じですね。はい、でこうやって見ていくと、これらがダメな理由が見えてきます。例えばここですね、 There is the dog in the room ってあります。 There is the dog in the room で、これは The dog がダメなんですね。この The です。これThe のイメージっていうのはね、ちょっと別の動画で僕お伝えしてますけども、 The というのは自分とあと相手ですね、お互いにせーので指させる時ですね、どのことを、どの犬のことを言ってるのかをせーので指させる時にしか使ってはいけないです。これザというのはね。
なので There is っていう言葉とお互いに指させるこの The というのは全くこう相入れないというかこう機能が真逆なんですね。 The というのはお互いに分かっていることにしか使えません。で、There is というのはお互いに分かってないこと、相手が分かってないことを話題に出すよっていう合図なので、この2つが同居することは絶対にないんですね。はい。で、次見てみましょう。There are they in the room です。はい。この they というのも同じですね。they というのは、この前に出てきた人のをもう一度言いたくないとき。例えば、深夜 and David。で2人の名前を言った時にこのもう一度ね C&David って2回3回って同じね名前を何度も言いたくない時に They を使いますよね。初めて話題に出す合図を出すこの There are と They ってのはやっぱりこの噛み合わないというか対立してしまうんですね。はい。で同じです。これもね There is Tom in the room ですね。この Tom というのも世界に1人だけなので、お互いに指させるさっきの The と同じような役割を果たしています。人の名前を直に出すということは。なのでここでもやっぱり There is のイメージとは合わないということなんですね。はい。なんとなくイメージできたでしょうか、この正解がですね。じゃあ本当にね、じゃあこれは例えば Tom が部屋にいるとかですね、あと彼らが部屋にいるっていう場合はじゃあ何て言えばいいのっていうふうに疑問が出ますよね。 There is, there are が使えないんだったら何て言えばいいのさってことなんですね。でその場合はですねこの there を使わない形です。 there を使わずに Tom で is がここに行きますね。 Tom is in the room で OK です。これで Tom が部屋にいるって意味になりますね。はい。あとこれもそうね、 they もそうですね。これ there をなくして they are in the room ですよね。はい。でこれもそうですね、the dog there をなくして the dog is in the room という形ですね。はい。っていうのがね、まあ、there is 構文のポイントです。もう一度まとめると there is, there are というのはいます、ありますではなくて、これは単なる合図です。何の合図かっていうと今まで話してきた話題とは違うものを出すよっていう合図に過ぎないんですね。それが there is, there are の、まあ、本当の意味です。でネイティブはこういう感覚で there is, there are を使っていますっていうのがですね、まあ、このネイティブスピーカーの英文法の本の、まあ、冒頭の方に載っているプロローグみたいな部分のページだけで載ってます、これがね。はい。で他にもですねいろんな文法項目載ってますんで、まあ、まずはですねこの一冊から始めていただくとそのイメージ英文法のこの楽しい世界に入っていけると僕は思っています。はい。では今日は以上です。 Thank you for watching. See you later.